皆さんおはようございます。さつめです。久々の動画投稿になって、すいませんでした。ということで、本日はさつめの近況をね、お話ししながら、一つ皆さんにね、面白い話をしていけたらなと思います。それでは早速行っていきましょう。ほい。はい。ということで、まあ、近況を話す前にね、皆さんに一つ、お伺いしたいことがあるんですが、皆さん、ゲームをするときや、インターネットの、サイバーセキュリティってどんなことをしてますか？セキュリティソフト入れたり、定期的にね、PC のチェックを入れたりとか、いろいろあると思うんですが、我々ね、インターネットゲーミングマンたちが、普段インターネット社会で生活している中で、トラブルに巻き込まれないために、日頃からね、サイバーセキュリティ、横文字かっこいいね、サイバーセキュリティの知識を楽しく身につけられたらいいよねっていうことで、今回は、ノートンさんのサイバーセキュリティテストみたいなものを受けてみようかなと思います。テストを受けてる間に初めの最近の近況もね話せたらと思います。それでは行くわよ。はい、ということで今回はですね、知ることから始めよう、クイズで備えるサバイすいません、知ることから始めよう、クイズで備えるサイバー防犯訓練ということで、防犯訓練、防災訓練とかねよく言うと思うんですけど、学生以来やってないですね、私。ということで、今回はノートンさん、セキュリティソフトを扱うノートンが、より安全で楽しくネット環境を楽しむことを目的として、サイバーセキュリティの意識向上を目指し、オンラインクイズ、全国共通で開催するネットセキュリティテストを作ってくれました。全国共通って言葉、この時期にちょっとみんな心に刺さるね。ということで、このクイズなんですけど、あのクイズノックさんが、監修をしてくれていて、ゆるーく楽しくインターネットセキュリティについての知識を身につけられることをコンセプトに作ってくれたみたいです。ということで、知識を問われる問題だけではなくて、こう考え方によって解ける問題も多いので、老若男女問わず参加できます。そしてね、正解数によってもらえる証拠が異なるので、全問正解を目指して皆さんもチャレンジしてみてください。そして、なんか問題がね、なんか50問ぐらいあって、そこからランダムに何個か出てくるみたいなので、結構なクイズ数あるみたいです。ということで、初めも、実際にね、インターネットセキュリティサイバー訓練していこうと思います。で、まあ、クイズを答えながらね、初めの先の近況、初めの、沼すぎる防犯意識について話していこうと思います。次のうちセキュリティソフトがやってくることとして、間違っているのはどれ？危険なウェブサイトをブロック。嫌いな人からのメールをブロック。メールの危険な配慮を感知する。嫌いな人からのメールブロックしてくんねえかな？はい、回答。正解！なるほどね。まあ、発言がね、最近あったこととして、ツイッターで言ったらめちゃめちゃ燃えたんですけど、燃えたってかネタだろってめっちゃ言われたんですけど、税金を払うために持っていた200万円を紛失しまして、正直防犯性が高いとは言えない私ですが、やっていこうと思います。メールなどを通じて感染を広げるコンピューターウイルス、エモテット。エモテットに感染しないために気をつけるべきことはどれ？メールのリンクは不要にクリックしない。普段使うメールアドレスは一つに絞る。スマホではなくパソコンからメールを開く。これちょっとむずいね。メールのリンクは不要にクリックしない。おー、正解です。エモテットは過去にあなたがメールのやり取りをしたことがある相手からのメールを装って届きます。Amazon とかってことかな？どうなんやろ？どんどん行ってみよう。結構問題数あるね。10問あるのかな？ある日、人気俳優から突然のダイレクトメッセージ。本当に本人なのかな？でもせっかくのチャンスを無駄にしたくない。あなたが取るべき行動は？こんにちは。星野源です。初音さんとお友達になりたいなと思い連絡しちゃいました。めっちゃ返すけどな。相手にせず無視する。おー、星野源だったらちょっと、返しちゃうな、私。ダメですよ、皆さん。あと、別に、有名人じゃなくても知らない人からの連絡は不用意に返しちゃダメです。最後。あなたは出かけた先で入った ABC カフェで、1、ABC カフェゲスト、2、ABC カフェゲストの2つのフリー Wi-Fi を見つけました。1に接続したところ、ネットが重かったため、2に接続し、快適にネットを楽しみました。この行動の間違いは何？最初から大文字の Wi-Fi を選ぶべきだった。ネット量の少ないネットを利用すべきだった。どちらの Wi-Fi もお店のものだと思い接続した。これじゃない？いや、
むずいな。むずいな、これ結構。たまにあるよね。なんか、なんとかカフェ1、なんとかカフェゲストみたいな。これな気がする。え、むずい。でも C もわかんないもんね、これ。まあでもゲストって書いてあったら。パーツがどちらもお店のものだと思い接続した。正規の Wi-Fi と名前を偽、なりすまし Wi-Fi。そんなのあるんだ。これに接続すると偽サイトに誘導され、個人情報を盗まれたり、通信内容を傍受される可能性があります。へぇー、知ってたみんな。なりすまし Wi-Fi だってよ。でも確かにそっか、わかんないもんね。よく頑張りました。結果発表の前にあなたについて教えてください。結果を見る。あ、サイバーいい波乗ってる方です。そのネタまだこするんですか？いい波乗ってるね。他の問題もあんのかな？ちょっともう一周はしなくていいかもしれないけど、ちょっと他の問題も見ていきましょう。PC で調べ物をしている最中、突然画面上にパソコンをロックした24時間以内に20万払うようにという表示が一体どうするのがいい？パソコンをネットワークから切り離そう。最初の方は割とわかりやすいな。コンピュータウイルス感染などが原因でパソコンに作られるバックドア。あなたのパソコンにバックドアが設置された場合、コンピューターが遠隔操作される可能性がある。それともない？危険性があるので十分気をつけよう。そんなわけないっていいね。オンラインゲームのアイテムやキャラクターのデータを現実でお金で売買する行為は世界的に推奨されている。正しい？間違ってる？間違ってるだろう！ RMT はダメだぞ。あ、サイバーよくできました。王だ。すごい、ちょっと成長した、さっきより。はい、ということでですね、こんな感じで、10問の問題、全50問ある中からランダムで10問ピックアップされて、いろんなねテストを楽しみます。で、イラストだったりとかもね、すごい可愛いし、文章とか、そのいわゆる有名人、さっきもあったけどさ、有名人から DM が来たみたいな、こう割と本当に現代にありがちな、ちょっと勘違いしちゃうような問題もたくさんあってね、割と分かりやすい問題だったなと思いました。さすがクイズノックさんですね。ということで、クイズノックさんの監修のノートンの、テストをね受けてみたんですが、なんと今、みんなにたくさんチャレンジをしてほしいということで、公式が抽選で400名様に Amazon ギフト券5,000円分、結構いい、5000円分をね、プレゼントしているそうです。応募方法は、ノートン公式ツイッターアカウントをフォローして、サイバー防犯訓練に参加して、その結果をシェアツイートすると応募完了。あのね、最後の画面にシェアの画面あったから、それをツイートすれば良いようです。ということで、ぜひ遊んでみてください。ちなみにね、キャンペーンが終わってもクイズ自体はずっと遊べるみたいなので、暇な時に遊んでみてもらえたらなと思います。ということで、本日はノートンさんが開催するセキュリティテストのご紹介でしたが、ノートンはノートン360 4Gamers という PC ゲーマーに特化したセキュリティソフトも販売しているんで、よかったらね、そちらもチェックしてみてください。ということで、以上200万をなくした発明でした。バイバイ。